辺川駅は徳島県天郡麦町大技立花にある四国旅客鉄道麦線の駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。駅舎はなくブロック済みの待合所がホーム上にある。ホームはかなりきついカーブを描いている。開業当初は有人駅だったが周辺の過疎化から利用客が減り1970年に無人化された。国鉄時代は 廃屋のような駅舎が残っていたが、取り壊された。2010年3月13日のダイヤ改正までに、ホームかさ上げ施行がなされ、同時期にバリアフリー工事として、車椅子や新商社用の手すり付きスロープも設置された。組取式の男女共用トイレとテレホンカード対応の公衆電話がホーム出入り口前にあったが、トイレは2019年に廃止された。海岸から少し離れた。 内陸部で、周囲は田んぼが多い。しかし、駅前やその周辺に2.3軒ずつ民家が点在するので、いわゆる、卑怯駅という印象は薄い。見細うながら、駅前広場を持つ。オペンダタウェブ、サイト徳島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。無人駅トイレ姿消す JR 四国、経費削減で券売機も廃止。 徳島新聞、P27、https コロンスラッシュスラッシュ www.topics.or.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ2 1 9 7 2に徳島新聞1996年4月8日付21面、駅を訪ねて。なお、その淡立花駅も阿南室の峰地区に駅があり、隣接地区の名を使用しているものである日本。 国有鉄道工事 S45.328-138 ありがとうございます。